ど行われました試合の結果を報告いたします。第3試合場、岩手県立岩手県立高等学校と長崎県立長崎明誠高等学校の試合は0対3で白長崎県立長崎明誠高等学校が勝ちました。
ました試合の結果を報告いたします。第4試合場、学校法人藤枝学園、藤枝中心高等学校と沖縄小学高等学校の試合は1対1で、
先ほど行われました試合の結果を報告いたします。第3試合勝、秩父南日本大学高等学校と霧島市立国分中央高等学校